多分そろそろ秋山さんで自由に動いた時にサブスト、おっとっと、いつの間に。実は遥のことで少し相談があるねんけど。相談？俺に？あのな、遥には内緒にしてほしいんだけど、最近あの子ストーカーに狙われてるんやないかなって。ん？何かあった？うん、いつやったか深夜遥のアパートにあの子送った時、怪しい人影につけられてたみたいなんよ。遥は気がつかんみたいやったけど、あの子が部屋に入った後、私がアパート出たら、その人影まだ遠くからじっとこっち見とった。それから私も怖かったんやけど、そいつの顔見たら思って近づいたら逃げられてん。けど多分遥は見張ってたんちゃうかなって。なるほどね。今までにもそういうことは。遥に来るファンレターの中に何や危なかしいのいくらでもおるわ。せやけどそんなんはきりないしな。ただ今回心配なんは、遥のアパートをそのストーカーに知られてることや。うちの事務所は人でもお金もないし、四六時中は遥のこと守ってやれんやろ。せやけど放っておける話でもないし。それで秋山さんに相談なんやけど、時々遥のアパートを見回ってもらえん。手が空いた時だけでもええんや。もしそれで怪しい人間がおったら厳しく注意してほしいんや。注意するだけでストーカーっていうのが引き下がるとは思えないけどね。でも分かったよ、そういうことなら俺も少しは役に立てそうだ。お気に。そしたらお願いで秋山さん。さて、じゃあクレストに、ああサブストーリーがいっぱいある、いっぱい出ておるな。よし、別動画でやるかな。とりあえずクレストに向かうか。よし、着いたぞ。ここか。人弁師の言ってたバークレストって店だ。お邪魔します。あ、待って、鍵押して。よし、いらっしゃい。どうも。どうも。あんたよそもんか。なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。注文は。そうだな、衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか。カムロ町の人弁士から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いが、もう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。あれ、どうしたんだろう。手応えあった気がするんだけどな。少し様子見か。ん？達也、また達也いるじゃん。どこにでもいるな達也。この辺はじゃあ飛ばしていこうか。達也はしょうがない。よし、さてどうしたもんかな。見張ってるかこのお店。さすがに入るわけにもいかないだろうしな。目的地もないし、うん、ちょっとじゃあこの場から一回離れるとか。どうしようかな。一回入ってみっか。ふん、しばらく様子を見た方がいいな。この辺ふらついとけば大丈夫かな。もしかしたらそのうち、あ、ずいぶん分かりやすいストーカーだね。ちょっといい？あんたそこで何してんだい。ん？なんです、あなた。なんだ詰め寄ったか。ダイナチュアのものですって言えば分かってもらえるかな。あ、はるかちゃんの事務所の人。そう、もう一度聞くけど、あんたここで何してるの。あ、それはその、何でもないですわ。ほな、あ、待て。2-1、行くぜ。よいしょ、止まれ。殴ったり。止まれ。よいしょ、追い越して。よいしょ、
うい、あお、やるやん。止まれ、シア、シア。あともうちょっと。ダメだ、止まれ。はい、止まった。オッケー。終わりだ。さて、もうはるかちゃんにつきまとうのはやめてもらうよ。ストーカー行為は歴史とした犯罪だよ。それぐらい知ってるでしょ。ちゃいますよ。僕はストーカーなんかやないです。僕ははるかちゃんを守ろうと。ストーカーってみんなそういうの。嘘ちゃいます。はるかちゃんほんまにストーカーに狙われてるんです。反省の色なしか。しょうがない、警察行こうか。ほんまなんですって。あいつが本当のストーカーなんです。はるかちゃんの家の周りをうろついてるんです。本当かよ。ほら逃げた、あいつがストーカーなんですっては。くそ、とにかく捕まえないと。どいつもこいつもはるかちゃん可愛いからって。行くぜ。おっといで。あれ待て、よいしょい、よいしょい。あっと、届かない。ドロップキックが届かない。邪魔だ、グルゲイグルゲイ、邪魔だ、グルゲイ、邪魔だ。あ、じゃあそっちに行くの。来るなじゃねえ、お前が止まれ。よいしょ、よいしょ、かわして、かわして。おお、やるやる。あ、ボコボコじゃん。あれ、止めて、いい、よいしょ。あ、止まった。当たらない。よいしょ、危なっ。ほら、うい、ナイスショット。やっと捕まえたぜ。ああ、もうなんでこんな始まるはめに。で、あんたが本物のストーカーなわけ？ストーカー？違って、俺はハルカちゃんを守ろうと。もうめんどくさいな。よし、警察行こう。待ってって、ほんまに俺はちゃうんや。あ、あいつ、あ、とぼけんなよボケ。俺はお前がはるかちゃんのアパートで張ってんのを何度も見たんや。やかましい、俺がストーカーなわけないやろが。俺ははるかちゃん守っとんねんやないかい。おい、いい加減にしろ。お前らどうなってんだ。どうもこもあるかい、ふざけたこと抜かしちょって。はるかちゃんはお前が守っとるやん。お前ら守ってみてもぶち殺してる。どうしてこ、どうしてそうなった。なんとなくいきさつは分かったけど。ん？で、結局どういうことやったん？君たち説明して差し上げて。僕はストーカーやないんです。確かに最初ははるかちゃんのアポートを見つけたんで、いつか会えないかなってうろついてました。でもそしたら怪しい人影がうろうろしてるのが見えたんで、はるかちゃんを守らなきゃって。それがこのジャージの人なんですけど。それと俺も一緒や。このチンピラがハルカちゃんにつきまとってる思って守ってあげようとしたんや。あ、俺はそこのサラリーマンが怪しかったから、ハルカちゃんが危なくないように守るとしたんだよ。待った待った、もうええわ。要するに3人とも言い分は同じ。ストーカーからハルカちゃんを守ろうとして、その様子をストーカーと勘違いされたと。まあ、なんて紛らしい連中やね。あ、奥さ。まあ、とにかく深刻なことになんなくてよかったよ。この連中も害はなさそうだし、ちょっと熱心なファンってとこだろうね。まったく人探せやわ。あんたら二度とはるかの家に近づかれてあらがんよ。今度やったら通報させてもらうで。申しません、すまへん、ご迷惑おかけしました。せやけど助かったわ秋山さん。なんや、お礼せなあかんね。これ受け取っといて。ロイヤルジョーカー、ありがてえ。わーい。そろそろクレストに行っても大丈夫？あ、電話が来たね。はい、もしもし、秋山さんか。あ、マスター、どうも、お久しぶり。さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター。ああ、やっぱりあんたが人弁士。いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。あら、小副町の駐車場に来てくれ、今すぐに。や、こっちの都合はお構いなし。嫌なら結構や。まあ行くしかないですよね。小福町の駐車場、行ってみるしかないか。ようおっさんじゃないよ。
暇じゃないよ。じゃあな、あばよ。まあすぐそこだからすぐ着くでしょ。敵に絡まれなきゃな。ほら見てるもん、こっち見てるやついるじゃん。はい、仕方ない。おっさん発見。小福町の駐車場、ここだよな。お、来たか。罠か。おほほほほほ。あんた何者や。名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね、人弁士を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや。何を探ってる。どういう意味だ。もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな。あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。死なん程度に痛めつけたれ。悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。かっこよ。クレストのマスター。あ、マスターも戦うんだね。痛めつけたれとか言ってたけど。よいしょ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 。怖っ。ええな。よいしょい。行くぞ行くぞ。ほら、よいしょいしょよいしょい。あったんす。よいしょいしょい。はいはいはい。よいしょいしょいしょい。はい、よいしょ。はい、おしまい。ドン。あ、ちょっと。OK。これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ダイナチアのパク・ミレイ、知ってるな。誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。分かった。彼女の衣装を偽造したんだろ。さな、ただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけ。その客とは電話で話しただけで直接おたりはしてへん。ならその人弁士を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。わかった、案内しよう。おっと、ここで遥ちゃんに変わったぞ。もしもし。秋山だけど。はい、あの人弁士見つかりました。見つけるには見つけたんだけどね。ん？ちょっと遥ちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね。黄岩寺横丁のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁士に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。お、どういうことだ。おっと、まあ、とりあえず向かうか。はるかちゃんが行かなきゃいけない事態ってどういうことだろう。ああ、そっか、ダイナチュアの関係者が犯人というか、はるかちゃんの知ってる人がなんか頼んだから、ちょっとやっぱりはるかちゃんには知っといてもらわないとみたいな感じかな。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うとこのマスターのお父さんなんだ。お父さんって、そうだったんですか。お世話になります。お世話になります。いや、それで私は何をすれば。うん、これからその人弁士に会う。とにかく一緒に来てくれ。はあ、え、どういうこと。ここだ。はい。
ら、はるかちゃんの画像が。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたら、すごい興味を示してね。はあ。君をここに連れてくれば何でも話すと。はあ。あ、あ、公園で。最近の人弁師ってのはこんな仕事もやるらしい。な、人弁師さん。おじいちゃんCD 買ってくれた人だ。あなた、CD 買って、あ、確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い。はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。へえ、大ファンじゃん。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長、知ってますね。ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか。ああ。誰にそれを頼まれたんですか。客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした。ちょうどあんたを一回り応急したような格闘家みたいな体格しとった。多分筋間には思うけど、あいつか。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える。今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。うん。ただその依頼人の男をいっぺん街で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がボスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。ん？実はその後部座席に乗ってた男、あら、最近テレビでよー見る顔なんや。ドルチェか。誰ですか。勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能。大阪芸能。ダイナチェアとは商売がたりになるわけだな。よく聞いた名前ですね。勝谷直樹。そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。え、実はわしな、若い頃あたとこの社長さんパクさんの大ファンやった。社長のこない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへんけどな、たまに見かけるんや。ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時こんなわしでも心が救われる気するわ。人弁師さん、パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中のぎょうさんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。
まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝也って男に会ってみるしかないな。今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね。ええ、お願いします。よし、それじゃあ。そうだな、はるかちゃんも行って写真でも撮られようもんならプリンセスリーグなんか出てられないからな。どうだい、たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか。こっちに来てからはるかちゃんとは暗い話ばっかりだったからな。何でもご馳走するよ。そうでしたね、ご馳走になります。秋山さん、よし、それじゃあ何食べようか。そうだな、大阪って言えばたこ焼きか。いや、夕飯でたこ焼きってのもなんだな。お好み焼きにするか。いや、ちょっと待て、よく考えたらはるかちゃん大阪に住んでんだもんな。そんなもの食い飽きてるだろうし。あの、秋山さん、私は何でも。大阪の名物って他に何がある？フグ？いや、焼肉か。いや、そりゃカニもあったな。え？いや、ダメだ、はるかちゃんまだ高校生、そんな年寄りが食うようなものを好きじゃないか。それなら、めっちゃ考えるじゃん。あのカニ、カニを食べてみたいです。え？カニ？食べてみたいって君。一度も食べたことないんです、かまぼこ以外のやつ。はるかちゃん、はるかちゃん、よし、それじゃあカニ道楽行こう。好きなだけ本物のカニ食べていいぞ。はい。アイドルも大変だな。お、とっても美味しかったです。そりゃよかった、俺も話が聞けてよかったよ。さてと、はるかちゃんはプリンセスリーグがまだ残ってるし、そろそろお開きにしようか。急にいいもん食べるとお腹がびっくりするから、体調崩さないようにね。じゃ、また。勝也の件は何か分かったら知らせるよ。おや、おやおや、もしもし。山浦や。ああ、さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの降板表送られてきたわ。はい、明日プリンセスリーグに出演してもらうで。な、はい。なあ、はるか、忘れてへんよね、負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。ええ、あんた大丈夫なん？私、大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、分かった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。はい。言うとくけど、 T セットチューンは心はクズでも、ダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。な、はい、分かってます。ほんならおやすみ。おやすみ。よし、じゃあ家に帰ろうか。